それぞれ、立場でそれぞれの現場でご議論されていると思いますが、この和牛生産の現状あるいは課題、思っておられることをぜひ、率直にお聞かせをいただきまして、我々のこれからの取り組みに、参考にさせていただければと思って、来させていただきました。人が足りないので、人忙しい時に畑に出ている時とか堆肥の切り返しとかができなくて商品化がやっぱり遅れてしまうので、そういうところは JA などの企業が生の堆肥を買い取ってもらったりして商品化はできて、そういう事業っていうのはあると SDGs も言われてるんですけど、たくさんの費用をかけてラップを買ってラップを巻いてまた使い終わったらラップを捨てるのにお金がたくさんかかってるので、飼料倉庫とか作れたらいいよねっていう声も上がってるんですけど、アメリカにおけます低関税枠の見直し、あるいは中国の放出等ですね、そういったものもぜひ前進できればと思ってますので、よろしくお願いします。水田フル活用という考えで、水田がある地域と牛がいる地域が離れていて、その藁とかの資源が有効活用できないという現状があるので、そこになんか輸送を補助していただいて、日本全国で、東北はあまり牛がなくて南九州は牛がたくさんいてという感じで、国内で自給っていうなんか構想ができないのかなという。東北の方は畜産がそんなに盛んではありませんから、堆肥が非常に乏しい地域です。しかし藁は余ることあるわけですから、そういうところをどううまく組み合わせていくかということは非常に大事な、日本の誇る和牛生産を、世界に向けて大いに押し上げていきたいと思いますので、引き続きましてのご指導をお願いしたいと思います。改めて今日の皆さんのご協力に感謝を申し上げます。ありがとうございました。